はい、こんにちは、渡辺辰美です。今回はですね、ロールについて、話していきたいなと思います。でロールについて話す前になんですけど、そのダブルストロークっていうのがこの前の動画でやったんですけれども、もしダブルストロークの、ね、動画まだ見てないよっていう方は、そのダブルストロークの、動画を最初に見るようにしてください。リンクは載せておきますので、そちらをクリックしてください。はい、でダブルストロークが、まあ、ある程度できるようになったよっていう方は、ロールもぜひチャレンジしてもらえればなと思います。はい、でロールっていうのはもうこういう感じですね。これがロールですね。でダブルストロークはこうで、ロールは、まあ、こういう感じなので、まあ、ロールの方がちょっと細かいっていう感じですね。で何回叩いてるかっていうと、ダブルストロークはこれだとして、まあ、ローラー大体3回叩いてるかなという、私はそういう感じで叩いています。はい。で、ロールは、ダブルストロークが叩けるようになったら、まあ、そこから少し変化系というか、その手の使い方とか指の使い方とかを少し変えると、自然とロールに。なりますっていう、ちょっと大雑把な説明になってしまうんですけれども、ここは何て言うんでしょう、実際にちょっと自分で試しながらやってもらいたいなと思います。このダブルの時に比べてロールの方がこの跳ね返る回数が多いんですよね。ダブルがこうでロールがこうなので、跳ね返る数が違うので、こうよりこの跳ね返ってる状態、こうスティックをこう打面にこう、まあ、水平気味に当てて、まあ、たくさん跳ね返るようにしてあげてください。こうあんまりね、こう角度が高いと、こう打面から角度が高いところがこうやっても全然リバウンドしないので、こうちょっと打面に平行な感じ で手首もこうやっちゃうと、結局スティックがこういう角度になっちゃうので、手首はこうしないです。手首はまあ、あんまり動かさないで、こう腕の高さでスティックの高さをこう変えてあげる。でスティックがまあこう、まあ、平行に近い形でダメに当たると、こう当たるとこうなるので、こうドゥルドゥルってなるので、このドゥルがずっと続くように、こう左右でずっと続くようにしてあげる。なので最初はもうこうやってもうリバウンドをね、たくさん感じると、こう右も左も同じくリバウンド、たくさんスティックがリバウンドできるような状態を作って、でそれをつなげてあげる。まあ、そうするとロールができるようになります。でロールができるようになったら、まあ、ダブルストロークとこうロールの使い分けもできるようになるので、まあ、そうしたら必要に応じてこのダブルストロークだったりロールだったりっていうのを使い分けられるようになり、はい、使い分けられるように、はい、なるといいかなと思います。はい、まあ、ちょっと具体的にこうやったら絶対できるよっていうのは、まあ、ちょっと動画越しだと伝えにくいんですけれども、ひとまずここをあんまりこうグニャグニャさせないっていうことと、まあ、こういう形でスティックを動かすとできるようになります。でどれぐらいのこの圧力でやったらいいのかっていうのは、ちょっと自分でいろいろ試しながらやっていただければなと思います。ちょっとね、実際見ながらだと、まあ、こうした方がいいよみたいなのもできるんですけど、まあ、あくまで動画越し一方的に伝えるだけなので、もうここはいろいろと試してみてくださいとしか言いようがないので、いろいろとやってみてください。で、まあ、スティックとかはね、いろんなスティックがあると思うので、いろ、まあ、んなスティックとかでやってみたり、まあ、この打面もね、こういうゴムみたいなものからスネアとか、まあ、また全然別の素材とかいろいろとやってみると、そのうちコツとかが分かってきてできるようになると思うんで、一個の練習方法だけじゃなくて、いろんなね練習方法をやってみるのもいいのかなと思うんで、ぜひ試してみてください。じゃあロールの説明はここまでになるので、何か分からないことがあったらまたコメントとかしていただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。